私を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。どうも皆さんこんばんは。昔のアベンジローの店長です。冗談じゃないよお前冗談じゃないよ本日はラーメンの新メニューの作り方を教えていただくということで、はい、ラーメン二郎の店長さんにお越しいただきました。冗談じゃないよお前この暑い時期にお前ラーメンなんだ冗談じゃないよお前冬だったらいくらでも協力しないとよお前よ。冗談じゃないよ。今2月だよ。めちゃくちゃ寒いんだよ。冗談じゃないよ終わった人今日はな、新ラーメンたんだろお前、はい、あれを昔のラーメン二郎みたいにアレンジしたからなお前らもう冗談じゃないよ早速作ってねよお前。お願いします。用意してる食材を教えてもらってよろしいでしょうか。これ使うなこれ牛乳ですか。そう牛乳これ、ね、自分で買ってきるんだよお前冗談じゃないよお前玉が少なすぎるお前こんな暑い時期にお前冗談じゃないよ。これだけ牛乳これ500入れてなこれがあったかくなってくるの待つんだよお前、はい、これがなこの暑い時期にあったかいのがいいんじゃないですかご主人冗談じゃないよお前暑い時は冷たいもんだよお前ハーフベーコンだよお前。まあ大体3、4枚ぐらいなこれハサミで適当に切って入れたらいいんだよお前。冗談じゃないよお前冗談じゃないよって冗談じゃハトビちっちゃく冗談じゃないよお前この暑い時にお前こんなことするからお前冬だったらお前いくらでもうまくやってやるよお前よ。2月だっつってんですって今2月ですってんでしょ。これでな沸騰してきたろお前。そうしたらなバター入れんだよここにグラムとか。お前そんなの適当に決まってんだろお前。冗談じゃないよお前夏の企画じゃないよじゃあここでなお前辛ラーメンここで入れっから、はい、これがただのラーメン300円ですねこれ入れんだよこれ冗談じゃないお前これ手ぬるっとすんだよこれ冬だったらお前いくらでもお前これぬるぬるしないのよお前冗談じゃないよ。これで4分半そういろいろルールがあるんですね。ああルール守ってくれて困るよお前夏の企画じゃないよお前こんなクソ暑いのにお前冗談じゃないよお前冗談じゃないよお前こんなクソ暑いのにお前冬だったらお前いくらでも協力ちゃうんだよお前今2月っつってこれ火取ったらお前そんなチーズだよお前これチーズをなことペッパッて入れてくんだよお前こんなカメラなんて回されちゃってお前たまんねえよお前これ卵割ってこうやって入れてくんだよお前お前お客さんに自分でナイフ入れてもらうことになってるからお前冗談じゃないよお前これフライパンで食べるからいいんじゃないですかご主人。お味の方はレベルの高い合格点を超えてくる二郎オールウェイズ出してくれるどこから来たんですか。今は石川です汚れてるよ自分で拭いてもらっていつまでやんだよお前これ殺してくれよお前殺してくれよお前いつまで滑るんだよお前これ冗談じゃないよお前もう3分滑ってるよ俺よお前